Come on, leave the butterfly alone. She's so cool. She handles so smoothly. Oh, aren't you cute? Yeah, trial. So I've got her for this trial. Phillips. I meant to do, but we're gonna go with it. Great, now I can't figure out how to get back. Left button plus Y. Why can't I get back to her? Who's still alive? What? Whoa, not what I wanted. Okay, this is kind of fun.
Good bear. Fire bear thing. Well, you're definitely supposed to use her for this. Combos so well. Where'd it go? That's what you're supposed to do. I hit the wrong button, but it works. That's what you're actually supposed to do. Noelle's also insane. That was insane. Oh my god, that was insane. She did so much damage with her first that it just powered it up for the second one. あなたが真面目すぎるんだよ。珍しい食材が手に入ったんだよ。これ以上に嬉しいことはないって。はあ、あっちにまだ何かあるみたいだよ。きっとさっきの狩人が追いかけてたイノシシだな。この模様見たことない。Oh, Frozen Boar. どこ
こかで見たことあるような。どこだったかな。あ、リーウェ風物詩だよ。うん、ヒストリア。この模様、うん、間違いない。これ300年以上前に絶滅したイノシシだ。 It's an extinct boar。 そんな昔のイノシシなのか。なんで生きてるんだ。長生きすぎないか。このイノシシの肉ってすごく美味しいから乱獲されて絶滅したんだって。本に書いてあったよ。給湯時と絶滅したイノシシ。今日はお宝を2つもゲットしちゃった。うん、清泉町に戻ろう。Wait, I already have radish. I'll go to the lake to wash radish. I'm trying. 大きくてみずみず。次はそうだな。うわ、シャンリー、鍋が吹きこぼれてるぞ。うわ、まずい。このままじゃ台無しになる。鍋の火を止めて。でも水はダメだよ。料理に影響が出ちゃう。だけだと印象が薄いから少し変化を入れたいんだ。そうだな。チキンマッシュルーム好きだ。鶏肉と野生キノコの串焼きを作ってくれない。外はカリッと中はビショビショに。バイモンクリンブレ。一番美味しいやつを作るってことだ。Is that what I'm making? Chicken mushroom skewer, yeah. Ah, いい香り。あなた料理の才能があるんだね。メインディッシュの方も順調だけど、完璧には何かが足りないんだよね。何かが足りない。そう、ピキーンが足りないの。なあ、ピキーンだな。これで完成にしたらせっかくの食材がもったいないよ。どうしよう、何か風味をプラスできるものがあったらいいんだけど。風味？うん、できればこの辺にあって、でもあまり料理に使われない生き物がいいな。空を飛ぶやつ、地面を這うやつ、昆虫でもいいの。または飛んだり跳ねたりするやつ、いないかな。本当にそんな変なものを入れるのか。大丈夫、私の直感を信じて。分かったよ。お疲れ。何か見つかった？本当に入れるのか？絶対失敗するって。大丈夫。大丈夫。いいものを見つけてきてくれてありがとう。他
他にも手伝ってほしいことができたらまたお願いするね。シャンリンのメインディッシュがそろそろ完成しそうだから見に行こうぜ。あ、そうだ、付け合わせが必要なの。ありがとう、私のことが分かってきたみたいだね。じゃああなたにお任せするね。必要な食材も渡すね。これオイラたちに食べさせてくれた料理のレシピか。うん、少し改良をして余ったリーユへの食材を加えてみたの。こんな難しい料理本当に作れるのか。料理は技術よりも愛情が大事だってお父さんが言ってた。あなたたちがここまで手伝ってくれたのもきっと料理が大好きだからだよね。そんなあなたたちならきっと美味しいものを作れるって信じてる。うん、自信あるみたいだね。さあ準備して、そろそろラストスパートだよ。Jade Persons? Oh wait, here it is. Oh my. Oh, that's a lot of things.これで全部揃ったね。料理を出そう。あたしたちならきっと勝てるよ。うまかった。こんな美味しいものを食べられるなんてな。二人の料理の腕は大したものだ。どちらも甲乙つけがたいが、勝負には決着が必要だ。勝者はシャンリン。やったー、勝ったよ、よかったー。あたしのイノシシのボスが縄張り争いで負傷した後に癒えた部位の新鮮な柔らかお肉なら、負けないと思ったのに。やっぱり絶滅したイノシシの肉にはかなわないわね。なっ、絶滅したイノシシを使ったのか。うん、全部料理したよ。ってことは一口で数十万ドルが消えたのか。売り物にしていればこの村の数年分の収入にもなったというのに。美味しければいいの。ほら関係ないんだから。そうだ、もう対決も終わったし、みんなも食べてみて。たくさん作ったからね。私もブロックさんの料理を食べてみたいからさ。この味乾杯ね。負けはしたけど、こんなに美味しいものを食べられたなら満足。おかわり。こっちも美味しいよ。このくっきりとした味わい、あのお肉と完璧な付け合わせがなかったらこの勝負どうなってたかわからないね。オイラにも食べさせて。カモン。俺もいただこう。この味は清泉町の、いや、昔の清泉町の味だ。あの時代のあの味。Oh, that's so depressing. これで食べ納めか。カモン。ああ、泣かないで。この味が気に入ったのならまた作れるから。本当か。でも昔のイノシシは絶滅したのだろう。うん、でもこの味は絶滅してないよ。他の食材をうまく使えば再現できるはず。お客さんを笑顔にするのが料理人の使命だからね。ありがとう。めでたしめでたしだな。みんなもう行っちゃったし、オイラたちもシャンリンとお別れするか。
ありがとう。あなたの協力がなかったらどうなってたか。サンディのおかげで美味しいものをたくさん食べれたからな。お互い様だ。ふぅ、苦しい。わからない。 DU エコーに戻ろうとも思ったけど、途中で変わるかもしれない。行き先が決まってるのは好きじゃないからね。またいつかどこかで再会できるかもね。あっさりしてるんだな。あなた料理の才能があると思うよ。あの水浴福袋はすごく良かった。時間があったらぜひ万民堂にも寄ってみて。美味しいものをご馳走してあげるから、ついでに新しいレシピも教えてあげる。うん、約束。じゃあ機会があったらまたね。うん。